どうしようか。変えるか。まあなんか、電話で呼び出してくれたりしてね、仲良くしてくれそうだから、また遊ぼう。はい、じゃあ帰ってきましたけど、今状態どんな感じだろう。ちょっと眠そうだね。衛星がちょっと下がってんな。じゃあ風呂入ってシャワー浴びて、まず。で、仕事まで13時間あるから、とりあえず、もうちょっと起きててから寝ようかな。ゲージが赤くなった頃に寝たいね。で、ちょ待って、何、どうしたどうした。あー、うるせえぞ、隣がうるせえな。ちょっと怒りに行って。あ、うるせえぞ。Zarzoob? Ugh. He did not. マンションはね、この騒音問題があるんでね、結構めんどくさいんですよね。ゲームしよう。お前、ちょっと待って、何やっとんの？勝手に人の家入り込むな。あ、なんか来たぞ。あれ、吸血鬼じゃん。帰ったの。吸血鬼が実装されてるんでね、たまに吸血鬼が夜中治水に来たりするんですよ。で、ね、そうすると、気絶させられちゃうんでね、結構厄介なんですよね。まあ、なんか、今、やつ帰ってったけど。やつはね、今のブラディスラウス・ストラウドってやつで、あのグランドマスターとかいう最強の地位にいる吸血鬼なんですけど、たまに来ますね。あ、疲れた。体力不足が原因。ケイコは疲れているためすぐに休む必要があります。疲れ切っていますになるまで3時間。うん、あと3時間すると体力がすっからかになって気絶するということですね。まあ、そうなる前にちょっと寝たいんだけど、仕事まであと何時間。11時間。昨日と同じか。よし、じゃあ寝ようか。いいよ、もうゲームやめて、寝て。明日に備えよう。でね、もろもろはまあ飯とかね、そういうのはまあ朝起きてからにしよう。てか帰って君、人んちでテレビ見てないでさ、いい、お前んちもあるだろテレビ。お前んちもババア、さっき騒音で苦情言ったら軽くあしらわれたからな。お前、ババアに言っとけよ、ちゃんと。まだいるんかーい。早く帰れよ。本当に、もう行かなくちゃ。遊んでくれてありがとうじゃねえよ。早く帰って寝ろ。こっち寝てんだぞ、もう。おっと？
起きたけど、あと仕事まで2時間しかないね。ちょっと早速料理を作ろう。で、ね、いつも料理作る時1人前しか作ってなかったんですけど、ここでね、ファミリーサイズ、これ隣にカッコ4って書いてあるじゃないですか。これ4人前を同時に作るっていうことなんですね。パーティーサイズだと8人前なんで、ファミリーサイズを作っとくと同じ時間でね、4食分作れるんですよ。で、これを冷蔵庫に入れておくと、ね、わざわざこの料理する必要もなくね、どうしたの？料理する必要なくね、冷蔵庫から取り出してすぐ食べれると。で、時間のね、節約になるんで、多めに作ってね、なんかちょっとステータスに余裕がある時とかは多めに作って冷蔵庫に入れとくという。ちょっと気をつけて、あんまね、料理ね、それね、安物のねコンロだからね、火事なるよ。ほら、気をつけて、火事なるから。ああ、よかった。うん、で、一人分食べたら、ね、それ、これね、これをしまうってやると、冷蔵庫にしまってくれるんでね。お、ちょっと待って、これ。品質素晴らしい、いいじゃないですか。あんな、なんか、ね。フライパンからはみ出させてたけど、素晴らしいんだ。食べたらトイレ行って仕事行こうね。冷蔵庫にしまうの忘れないでね。ちょっと待って、これなんか漏れてない？じゃあ応援苦情言っといて。水漏れてるからね。うん、しまったら大家に苦情言って、でトイレ行って、で仕事行こう。とんでもねえ大家だな。いや、大家のせいじゃないけどさ、そもそも直すのは大家の仕事じゃないだろう。業者呼べ。よし。ほら、仕事始まっちゃうよ。はい、ご苦労さん。はい、じゃあ、結構、それ、早く仕事行って。もう仕事始まってるから。はい、行ってらっしゃい。あ、でね、まあ、さっきちょっと言いかけたんですけど、稽古が年を取るまであと19日しかないんですね。これだとちょっと短すぎるんで、ちょっと、オプションで、時間を長くしましょう。ね。どれだ？ゲームプレイだったかな。これ、シムの寿命が今普通になってんですよね。これを長いにしましょう。これで多分、もうちょっと猶予ができるはず。いつもはね、年取らない設定にして遊んでるんですよね。でもそれだと本当に終わんないが、おー、ちょっと待って、極端すぎるな。年を取るまでの日数77日。すげー伸びたじゃん。すげーな。倍どころじゃなかったわ。おっと、昇進したね。おめでとう。お帰りっていうか、早いな、お前帰ってくんの。ちょ、待って。今、状態どう？なんか、そこそこ減ってるな。
で、昇進したんで、昇進課題が若干変わるんですよね。次、プログラミングスキルでレベル2に達すると。あ、昇進課題ができるか。そしたらさっきまでなかったもんね。で、日課はまあゲームをプレイすると。じゃあ、とりあえず、ゲームをプレイして、びっくりスポーツやっといて。うん。で、それが終わったらね、日課が終わったら、今度、昇進課題のプログラミングを上げていこう。ね。で、その合間に、トイレとか風呂とか飯とか済まそう。今、ゲームをプレイするの日課のところが 50% 完了になってるんですよ。要は、これを 100% までこなすと、ね。まあ、仕事の評価が上がると。ただ、いくら評価を上げてもね、その昇進課題がクリアできてなければ、まあ、昇進できないんでね。で、昇進したことでね、まあ、時給も上がってるんですけど、休みの日がね、日同に変わってるんですよね、土日にね。最初、日月だったけどね。で、仕事も10時から19時に変わってるんですよね。18時までだったけど、さっき。まあ、ね。でね、これがね、昇進するとね、逆にその日数がね、2日ぐらいになったりとかするんですよね。うん。あ、日課終わったね。で、空腹になってるから、とりあえず、残り物を取る。これで、ね、さっき作っといたやつを勝手に食べてくれるんで、時間短縮になりますね。バカッと開けて、さっと取り出して、バタンと閉めて、で、食べる。でね。いや、だからテーブルで食え。立ったままなんで食ってんのよ。座れよ。立食パーティーか。いや、立食パーティーだってカウンターでテーブルに置いて食べるだろうよ。冷蔵庫の前で食うやつあるか。食いしん坊かよ。じゃあとりあえず食い終わったら、次は、トイレ行くか。トイレ行って、シャワー浴びて、その後プログラミング、やろうか。ね。プログラミングの練習をするね。よし。こうやってスケジュール組んでおくと、勝手にね、一個ずつ終わらせて、次のタスクに進むことができるんでね。うん。しばらくはほっといても、言う通りに動くと。で、シムに、こうやって今指示してやらせた、じゃないですか。そういうのはね、キャンセル？三角を押すとキャンセルされるんですけど、それをしなければ、もう、なんだろう、ゲームとかもずーっとやってたり、テレビずーっと見てたりするんですよ。こっちが指示出すとね。でも、シムがほっといた時に勝手に、まあ、テレビ見始めたり、本読み始めたりしたやつは、新しいスケジュールをね、うるせえな。入れてやると、まあ、その、前に、なんか、シム勝手にやってた行動はキャンセルされて、そっちを優先してやろうとする。あ、こっちが指示出したことをね。で、まあ、だから、ね。
シムが自主的に何かやろうとしてた時にちょっと命令しちゃうとちょっとやめてしまうんでね、そこは気をつけないといけないね。自主性に任せたいとか言いながら結構口出ししちゃってるよね。親ってそういうもんだよね。子供の自主性に任せようとしてもね、どうしてもついつい見てるとね、口出してしまうんですよ。よし、じゃあプログラミング頑張ってね。あ、もう仕事まで残り11時間で、あーでちょっと体力も下がってきたしな、そろそろ一旦この辺で寝かせておくか。うん、プログラミング全然終わらなかったけどな。まあでもね、あれ終わんなかったっつっても、もうあれか、レベル1にはなってるんだ。じゃあちょっと寝ようよね。結構もう今日はいいや、明日また続きやろうね。寝て、一旦寝て、はい、うん、おやすみ。よし、もう起きよう。深い、ちょっと待って、え、何、不潔な環境、悪い環境により、ほとんどのシンは不潔な環境にいることを好めません。まあそりゃそうだろうね。なんだ何が不潔な環境なんだ。ちょっとわかんねえな。ゴミ？ゴミ箱は空です。なんだろう。どっか汚れてんのかな。まあちょっとわかんないんで、いいや。ん？ああ、汚れた皿を置きっぱなしにしてたんだね。そうか、洗って洗って。はい、きれいきれい。はい、これですっきりしたね。うん、残り物食べて、自主的にね。偉いね。だからテーブルで食えっつーの。なんで立ったまま食うんだよ。そこまで指示出さねえぞ。で、仕事までまだね、3時間あるんでね。それ食ったら、ちょっと、あれだな、プログラミング上げちゃおうか。トイレはまだ、いいか。ね。あれ、今指示を出すと、さっき言ったように、食うのをやめてね、プログラミングやりに行っちゃうんでね。食い終わってから指示出しましょう。うん。え、だからさ、なんでわざわざ遠い方のシンクに行って洗うの？今すぐ隣にあったじゃん、シンク。そっち洗いなよ。よし。じゃあ、プログラミングの練習の続きをやろう。ね。はい。やって。何笑ってんねん。早くやって。あんまり仕事まで時間ないから。これやっとけば、ね、今日明日ぐらいには昇進できるから。自分に話しかける。お前頭おかしいな。正気でないっていう性格をつけてるんですよね。だからたまに見えない人と話したりとか、なんか自分に話しかけたりとかしてるのは、まあその正気でない特質のせいなんですよね。楽しそうやな。あー、なんかご飯が美味しかったからちょっと幸せになってんのかな。これかなり美味しい食べ物を食べた結果、とっても美味しいお料理でした。いいことだね。美味しいもの食べるとね、幸せになれるからね。それだけでね。あ、もう仕事始まっちゃうな。どうしよう。終わるかな。ギリプログラミング終わらせて、で、ちょっとトイレ行きてんだよな。急いで、巻きで頼むわ。
で、トイレね、次。はい、終わった。はい、次。はい、トイレ、トイレ。急いで。ケイコ、急いで。トイレ行って、すぐ仕事行こう。あ、でもまだ30分あったわ。うん、なかなかゆとりのある、ね。生活をしてますね。いいですね。管理が行き届いてるね。何この短時間で何をやろうとしてるの。もう仕事始まるよ。あ、ゲームね。いいんじゃない。ゲームも仕事のうちだからね。あとは多分ほっといてもね、勝手に仕事行ってくれるでしょう。頼むよ。ちゃんと稼いできてね。ん？何？愛の日。あの、季節実装すると、そういうなんかクリスマスだとかのイベントでね、そう、季節ごとに飾り付けしようね、みたいな、出るんすよね。多分それだと思うわ。はい、いってらっしゃい。